こんにちは、アブラミチョランです。ロックンロールということで、久しぶりにね、オートバイのカタログ紹介のコーナーでーす。株しかね、オートバイ持ってないんですけど、こんな服でやっております。アブラミチョランでございます。今日ご紹介するバイクね、久しぶりにやりますけど、それはこちらになります。せーの、ドーン！ FZ1 フェザーです。はい、そんなこんなで今回は FZ1 フェザーの紹介になります。これ FZ1 っていうのかな、 FZ1 っていうのかな、まあ国内だったらほとんど FZ1 って言ってると思うんでね、 FZ1 で、表現させていただきたいと思います。FZ1、FZ1、ね、フェザーということで、これフェザーっていうのかフェーザーっていうのかね、非常に悩ましいところなんですけども、多分本当はフェザーなんでしょうけどね、なんか勢いでフェーザーと言ってしまうかもしれませんけど、その辺はねご了承ください。なぜなら私は今からそうですね30年以上前に発売されました FZ250 フェーザーの大ファンだからです。まあまあスペルがちょっと違うんですけどね、まあそれはさておき、今回はねこの、FZ1 フェーザー、これの紹介していきたいと思います。まずねこのバイクについてねちょっと概要を説明いたしますと、デビューしたのがねこれね、いろいろあって最終的にまあこいつがデビュー、することになるんですけども、まずね2001年にね FZ1 っていうのが海外モデルとしてねデビューしました。それがね、いろいろ派生とかね、国別によって違いがありましてね、まあ一番有名なのは日本にも逆輸入されてましたけども、 FZS1000 フェーザーっていうのがねありました。まあそれが2006年にね FZ1 という名前に統一されました。はい、まあそんな流れがあって、最終的にその日本はねこの国内モデルもそうなんですけど、2008年に国内仕様がデビューしました。2月ですね、まあ、2008年の2月にデビューということなんですが、まあこれ、まあ、単純にね、かっこいいですよね。すごくね僕は洗練されてデザインだね、今見ても古くないなと思うんですが、いかがでしょうか。でこれなんですけどね、非常にね今日はもう残念な話しか出ないですね。まあカタログちょっと見ながらお話していきましょうかね。まずこんな感じです。じゃがじゃん、おー、見開きで、バイクの姿が全部入ってないっていうのはまあ贅沢ですけどね。何が書いてるかね、興味のある方は一時停止ボタンを押してお読みください。はい、このバイクね、日本がね今でこそ、まあ、馬力規制ないような状況でやっておりますけども、当時はね国内自主規制っていうのがまだありましてね、これねドン、海外モデルがね馬力すごいあるんですよ、いい写真ですね。まずデビューしましたね初代がね 998cc、 今一緒なんですけど、これが143馬力、ね、デビューした2001年のモデルが143馬力で、モデルチェンジした2006年版、名前が FZ1 に統一されて馬力さらにアップで150馬力誇ってますね。 1000cc で150馬力、すごいじゃないですか。まあ、それが、日本国内版としてデビューしまして、これがなんと94馬力まあ仕方ないんですけどね、150馬力から94馬力に一気に56馬力戻されちゃったっていうね、非常に残念なね、まあ、仕方ないっちゃ仕方ないんですけど、運命のバイクでありました。はい、まあとりあえずね見ていきましょう。今日はカタログ紹介なんでね、この液パイのね、くねり具合がすごく色気あっていいですよね。これ山田さんだってヤマハさんお手製というか、お家芸のね5バルブエンジンですね。昔からありますけど、ヤマハさんぐらいかな5バルブ使ってんのね。
はい、こんな感じでほとんどはね黒いカラーでね、塗装されていたりパーツ使われていたりして非常にマッシブな、イメージがありますね。もう真っ黒なだけにね、この倒立サスのね、あのチューブっていうんですか、これがすごく目立ってかっこいいですよね。うん、はい、文字をお読みになりたい方は一時停止をしてお願いしますね。こんな感じです。はい、まあしかし本当に馬力規制っていうのがね、もったいないというか悔しかったですね。もう海外版のレビューとかね、見たことあるんですけども、それはもう超絶怒涛の性能ですよね。だって例えばね、ミスターバイクでいうところの佐藤真也さんのレビューだったら、FZS のね、フェザーが、もう3速に掘り込んだ時点でもう200キロはるかに超えてるよといったレビューされてましたんで、本当にすごいなと思ったんですけど、国内仕様はさすがにそうはいかないよといったところで、はい。ただね、かっこいい。うん、どうですかこれ、かっこいいなー。スタイリッシュですよね、今見てもね。うん、これはね、個人的に結構好きなスタイルですね。はい。で、このバイクなんですけど、デビュー、国内2008年にデビューしたんですけども、なんだかんだで2015年の初頭ぐらいかな、2010年の14年の終わりぐらいでしょうかに、ひっそりとね、販売中止に、生産終了になってしまったというね、バイクになります。はい、スピードメーターはこんな感じですね。僕の大好きなフュールメーター、ここにがっつり存在します。よかった。でもちょっとね、ヤマハさん、全体的にデザインはすごく僕いいメーカーだと思ってるんですけど、ぶっちゃけ言っていいですか？スピードメーターあんまり良くないですよね。昔からね、僕セロー 225cc の頃からセロー大好きなんですけど、全体のデザインがオフ車としてはすごいスタイリッシュだと思った人なんですけど、スピードメーターがダサかった。うん、あれもっとなんとかならないかなと思うんですね。こちらデジタルの部分はいいとしましてね、タコメーターもうちょっとね、なんとかならなかったのかなと思いますね。うん、まあ小型軽量なんでしょうけどね、デジタルとアナログの組み合わせにしたかったんでしょうけど、ちょっとこのタコメーターはいただけないですね。まあ個人の趣味の問題ですから、いい悪い一言で言えませんけどもね、全体的なデザインが全て満足しているだけに、ここだけがちょっと個人的には残念かなというところです。はい、じゃあ文字をね、読んでいきましょう。皆さん一時停止をしてお読みください。こんな感じですね。このシートなんか座り心地良さそうですよね。どうでしょうね。こんな感じでございました。よっ、いきなり終わりです。カラーはね、この2色。ね。ブラックメタリックか、ブルイッシュホワイト。これどっちもかっこいいな。ただ僕はイメージカラーであるこっちをね、絶対選ぶと思います。もし買うならね、これがかっこいいなと思います。ただこれでも嫌ではないですよ。なんかでも、優等生っぽい、感じになりますね。こっちのはちょっと悪っぽくてかっこいいのがいいですね。はい。じゃあスペック見ていきましょう。はい。車両重量は225キロ。まあ、225キロで、94馬力ということで、まあ、決してね、遅いバイクじゃないと思いますが、やっぱり海外モデルと比べるとね、3分の2にね、馬力落とされちゃってますからね。その辺がちょっと残念だなといったところで。で、燃料タンクは18リットル。結構あるんですけど、ちょっと残念なのがね、ここ。燃費。21キロなんですよね。これ、低地燃費で。これ、どうなんでしょうね。実際走ったら13、4キロぐらいの可能性もありますよね。どうなんでしょうか。まあ、18ぐらい走ってくれればいいんですけど、低地燃費ですからね。ちょっと18走りそうにないですね。今でも乗られてる方おられると思うんでね、もし見てらっしゃったら教えてください。まあそんな感じですね。はい、じゃあお値段いきましょう。せーの、ドーン、108万円。まあこれね、消費税が 8% っていうことで、だいたい時代背景、
分かっていただけると思うんですけども、このカタログ出たのはね2014年の4月です、はい、ですから最終形ですね、最終形、一番最後のモデルということになります。はい、そんなこんなで今日は駆け足でやってきましたが、あまり写真という点ではね見るべきところがなかったなという、この表紙が一番かっこいいかもしれないですね。ヤマハの FZ1 フェザーをご紹介いたしました。はい、今回はそんなこんなでこのヤマハさんのね FZ1 フェザーをご紹介しました。本当にね返す返す馬力規制によるリチューンがね残念だなと、思います。まあこれでもね実際こんだけ馬力やったらねパワー不足だとか思うことないんでしょうけど、やっぱり3分の1も削られるのはちょっと納得いかんですね。値段がね大幅に変わるわけでもないわけですから、そんなこんなで私はもしこれを買うんであれば、逆輸入版をチョイスすると思います。まあでもさすがヤマハさんですよね。もう本当にもうデザインほぼ僕ね、満足しております。スピードメーター以外はもう大好きです。まあ一回ね、これのフルパワー版乗ってみたいなーなんてことを思ってる昨今でございました。まあそんなこんなでね、まだカタログ実はあります。いろいろご紹介していきますんでね、よかったらチャンネル登録をお願いします。私非常に喜びます。まあ、そんなこんなで、また、アブラミチョラでした。See you!